人の映像監督で全曲 MV を出すと。しかもタダで、それ映画館超えて上映するっていう。ウッディアレンかスピルバーグに、ウッディアレンかスピルバーグにメールしてやってくんないタダでって言ってみようかな。撮影にまつわる移動のすべてをチャリンコ。信じてくれない、パンパコパンコ、パンパコパンコが伸びして スピルバーグ大好きゲーム、インディ・ジョーンズゲームみたいにないもんね。そうそうそう、インディ・ジョーンズゲーム、いいところじゃん。スピルバーグ来たら、そっからスピルバーグ、いや、まあ、来たらね、うん、でも返事なきゃ困んない、一曲が来んだから結果。カリスマだから、お前ら全く興味ないよな、ナオキ君の話。じゃあ、今の曲もう一回やりたいな。それは無理。音も大きいし、今の曲もう一回は無理だ。はい、どうぞ。あ、ごめん、ごめん。俺がもう一回。一曲目だな。違う。リハでも言ったけどさ、ちょっと遅いね。今回のアルバムの MV を、10人の映像監督が、タダで作るんですけど、その10本の MV を、映画館で上映して、で映画館でライブをするという、試みを今やっております。10月5日、金曜日、池袋ヒューマックスシネマです。こちら、ぜひ遊びに来てください。今日はこれを皆さんに伝えるためだけに来たので、もう降りていいですか、僕は。走ったらウケるのかなと思ってやってみたんだけど。皆さん、こちらが4曲目の、ドメナイスケートボードの MV を撮影している監督の市田監督です。よろしくお願いします。監督の市田由紀です。こういうことが起きるからたまんないよね、ロックンロールって。そうだね。これだって AOR とかだったらもうクビになってる。AOR まずいね。斉藤良次映画祭。大使館に行って、スピルバーグ知ってますか？すごい。